皆さんこんにちは、神戸市民の淡井圭介です。本日は2023年5月の25日、これはまあ若い人へ向けてのメッセージなんですけども、まあ家を建てるにあたって、まあ大体まあ私の家の近くの相場ではまあ普通のまあ2階建てでまあ2000土地代と建物で2800万円ぐらいですね、大体相場が。まあ月7万円ほどの返済でまあローンを組んだとして、まあ40年ほどで、まあもともと固定資産税がかかりますから、まあ一月あたりまあ9万円から10万円ぐらいで物事を見ておいてと。まあそうなってくると、初任給をいただいた方ならわかるかと思うんですけれども、社会保険を引いての手取りから考えると、その金額での返済っていうのはやっぱり無理だということが気づかれると思います。でまあ最近大手商社さんで大卒の方初任給で25万円、これが結構大きな数字なんですよ、基本給として。少し前の為替相場は1ドル105円ほどの頃でも、大卒の方の基本給は大手商社さんでも21万あれば多い方だったんです。でそこから社会保険を引いての手取りになります。ですので、もともと家を建てる時って結婚して2人で共働きで家を建てて、最初ローンを組む時に、まあ、大手銀行さんから、まあ、ローンを組むと思うんですけども、最初の5年間は、まあ、金利を安く見てもらえるんですね。で、まあ、早いうちに結婚して住むとこを決めて、まあ、家建てて、で共働きで、まあ、結婚した後、まあ、子供をができるのをもう少し後にしておいて、夫婦共働きで早めに最初のうち の5年間のうちに大半は無理ですね、まあ、かなりのローンを返済しておくと。これをしなかったらやっぱり後々無理が出てきます。これが現実なんですね。でそれを逆算していくと、そのまあ、僕がね、その女性とのお付き合いっていうものがほぼなくて、まあ、この年まで来てるんですけども、まあ、学校等でしたら、まあ、若いうちから交際を始めて、そのみんなが必ずその仲がねうまくいくかどうかっていうのは、それは別物であって、やっぱり住むところがどうこうとか、親がどうこうとか、兄弟にああ言われたこう言われたとか、いろいろそういったものが重なってくると、まあ、うまくいかなかったり、就職先がその自分が住んでる都道府県以外のところにどちらか片一方の人が遠方に就職するようになったりしても、まあ、なかなかうまくいきません。自分の親の介護とかを考えたときに、地元からみんななかなか本当は離れられないんですよ。で、交通的に無理があるでしょ。例えば、兵庫県に住んでいて、一時的に、まあ、東京の方に働きに行ったと。で、東京の方で仕事があったから、東京都で、の方で、東京都の奥地の方とかでしたら、なんとか一軒家買えるかもしれません。でそこに家建てたとしても、今度自分のね、その両親とかが兵庫県にいる場合、そこへ介護で買えるかって言ったら、もうその時点で絶対無理じゃないですか。だからその辺のところから、その親の介護に関しても、老人ホームに入れれる入れれないに関して、その親はね、そのしっかりと介護保険料を払えていたかどうか、まあ、これは社会保険に入っているかどうかであって、で賃金のベースアップ、基本給が上がっていった時に、まあ、厚生年金とか介護保険料も、まあ、納める額が上がります。で半分は会社が負担してくれるんですよ。だから社会保険は絶対入っておかないと損します。特に厚生年金の掛け金っていうものは、基本給が上がっていけばいくほど大きな金額になりますので、それがなかったら老後やっぱり生活保護行きになります。で、やっぱり中学生ぐらいから交際を経験しておいて、で高校生ぐらいでもう将来結婚しようとか、そういうことをしっかりと
誓い合って、で就職先がまあ高校高卒で、まあ、就職されるとき学校からその斡旋してくれると思います。その時にね、どのあたりの勤務地にするかっていうところはね、これねやっぱり順序が後先逆になるケースがいっぱいあるんですよ。その社会に働きに出てからその結婚相手を探し始めたとか、まあ、そうなってくるとまず相手の、まあ、名前と住所の電話番号をしっかりと教えてもらわなければならないですし、その住んでるところとかね、まあ、僕のケースの場合はその後テレビに出られる方が多かったんですけども、全員ほぼ全員名前と住所と電話番号聞いてないんです。で大体とかでしか聞いてないんです。例えばまあ羽鳥慎一さんと結婚した西尾ゆかりアナウンサーは、まあ、もう今ほとんどテレビに出てませんけども、まあ、昔は、大学を卒業して、まあ、少ししてから、まあ、10年間ほど日テレさんの、まあ、アナウンサーとして、テレビに出てましたと。で、まあ、結婚して子育て等があるから、まあ、あんまりテレビに出ませんし、そもそも仕事自体が次の世代次の世代就職しに来ますんでね、枠がやっぱりなくなってしまうんですよ。だからその辺のところを考えても本当に女性が大学行くことに正解なのかどうかながやっぱりあるんです。大学を卒業したからといって必ずしもずっと仕事が終身雇用がいただけるかっていうとそうではなくて、勤務して5年以上経過してから終身雇用の契約は結べると、まあ、そういうふうな流れに基本的になっています。で法律的にだからまあなかなかまあ難しい状況がある。で社会保険にしっかりと加入してなかったら育児休暇とか介護休暇がない、これが現実ですので、まあ若いうちに結婚相手を決めて就職先をその後だと決めやすいね、その近くにその住むところをまあ、家を建てたりだとか、まあ、分譲マンションを購入するだとか、まあ、そういうふうな形にしてそのローンさえね払い切ってしまえばあとは固定資産税を毎年払うことになるんですが、そうなってくると固定資産税は築年数とともに目減りします。建物の部分が、まあ、土地代に関してはその時その時の時代によって価格は変わったりもある程度はします。しかし大幅に変わることはほぼありません。でまあ、何かね大きな災害とかがあったら別かもしれませんけども、ちょっとそのあたりのことはね僕も詳しくわからないです。その、5年ごととか、まあ、3年ごととかに土地の価格をこの場所はこれぐらいこの場所はこれぐらいっていうのをずっと見てきた人じゃなかったらいつ土地の価格が変わってるかこれがわからない、これが現実です。でまあ若いうちにその結婚できるかどうかが正直人生うまくいくかの全てのポイントですね。まあその家を買うことだけがね全てじゃないんで、まあ親からの譲り物の家をまあいただける方もいらっしゃるでしょうし、まあその人によって人生設計は変わってくるかとは思うんですけども、まあ無理なく築10年20年ほどの新古物件とかもありますし、まあそういったところをまあ買うというのも一つの手でしょうし、まあ私がこういうふうなものを動画でアップロードしようと思ったのは、まあ自分みたいな形に、ね、なってその結婚相手も探すに探せないで、まあ、今更家もというような状況で、厚生年金もその人材派遣会社等にその最初所属してましたので、まあ18歳ぐらいの頃からを最初とすると、まあいろんな勤務地へ行ってその厚生年金の手帳をねその人材派遣会社の方に渡せばいいのか勤務先に渡せばいいのかっていう話にどうしようなるんですよ。でその辺のところとかも若い頃って
よくわからないと思うんですね、実際社会に出て働いてみないと。で、まあ、僕の場合は厚生年金の加入が今までの人生のトータルで1年分ぐらいしかないと。だから社会保険にしっかりと入れてない期間っていうものがものすごく長くて、もう人生どうにもこうにもならないっていうところまで来てしまったんです。だからまあそういう方が増えないように、あんまり追い込まれすぎると、そのせっかく結婚してもね、その夫婦間の仲が悪くなったりとかね、浮気だけは全てじゃないと思うんです、その最終的に離婚するっていうケースでね。今から15年ぐらい前のデータで、まあ、7世帯に1件が離婚しています。で、近年のデータで6世帯に1件と。だから離婚されてる方たちが増えてしまってる。まあ、それは、まあ、お子さんとかいらっしゃるその子供にとっては不幸なことであって、できればそのお父さんとお母さんが仲良くしてる姿が見たかったでしょうし、うん、先々の介護等を考えると介護休暇と、あと有給休暇でどうにかこうにかっていうところですね。まあ私からのこのメッセージを聞かれた方はぜひ参考にしていただけたらなと思います。まあ事務所周りの話で、その年金事務所とかね、ああいうふうなところ、あと労働基準局とか、どこにあるかとか、自分の働いてる勤務先の場合はどこへ、どの労働基準局へ相談しに行ったらいいんだとか、まあ、そういったことを覚えなかったら、まあ、なかなか難しいっていうのが、この世の中の実態でした、私の経験上。まあ、その後いろいろ政府に提案して、まあ、人材派遣会社所属の人にも退職金だとか、まあ、そういうふうな法律を安倍政権の頃に作っていただいたようなんですが、まあ、その法律もどういう名称なのか私の方でもわからないです。それが現実です。まあ、なかなかいまいち気の晴れるような話ではなかったかもしれませんけど、まあ、どうしてもね、僕の人生があんまりその阪神・淡路大震災を被災して、まあ、もともと住んでたところが全壊になってね、まあ、うん、難しい人生であった状況はまず間違いないんです。で、そこからの経験で何か若い人たちの人生のお役に立ったらなと、まあ、そう思って、この動画を、撮影させていただきました。よかったら皆さんご参考にしてください。良い人生を送れることを願っています。淡井圭介からでした。